選挙権年齢が18歳以上に引き下げられる10日投開票の参議院議員選挙で、投票所は暗くて入りづらいという学生のイメージを変えようと、松山市の松山ビジネスカレッジクリエイティブ校の学生が5日、松山市文教町の松山大学の期日前投票所を段ボールや垂れ幕などで飾り付けました。飾り付けをした学生は松山市選挙管理委員会認定の選挙コンシェルジュの3人です。学生と選管職員10人が投票所を囲う形で、白色の段ボールと赤や緑などカラフルな紙を貼った段ボールおよそ90個を積み上げました。建物の外壁には From July 6 to 8 と書かれた垂れ幕をかけ、投票所をまるでおしゃれなカフェか雑貨店を思わせるような空間に仕上げました。今まで投票所っていうのはすごく堅苦しい雰囲気があったので、学生も多分近寄りがたいこともあったと思うんですけども、もっと学生が気軽に入りたくなるような空間にしようと思い、今回投票箱と大学の箱庭ってことで箱をかけまして、箱を使ったデザインにしました。松山大学の期日前投票所は6日から8日の午前10時から午後5時まで設置されます。